スマートフォンをですね、音楽をつけますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、3番目でですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のゲスト形式、ちょうど見ているこちらの方がゲスト形式なんですけれども、こちらの特殊の仕様のですね、ご利用の方が希望となったワイナリーのトークの作業に取り組む前の時間を
さらに、ね、短縮することで作業時で安心して取り組っていただきます。今回10分でご紹介いたしております。さあ、これまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はね、この機材を見ていただきたいということで、まず商品の展示をさせていただいております。さあ、その他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の小型化といたしまして、1月末から3ヶ月間60、60、60、70、70と新たに食品、食品と利益機能が採用されたドライバーも今登場してまいりました。これまで実現の技を使いまして、見えかけや高温作業などまっすぐに、ね、行う作業もこの機械で技術を使っていただきますと、誰でも簡単にまっすぐに、そして時間を少なく作業ができることで、この熱中の60万円、60万円、60万円
年の誕生日を迎えまして、こちらの新しい手がけたレクシオシリーズから特殊アシストスの USB が搭載された、thank you。
Thank you.
交代。はい。
イトなんで。感じになるかなってなるって思う。スイカ下がこう上まで上がれないわけだと思う。上げたらドローン足りるね。覚えとってさっき上げくれただけ。ちょっと上げただけ。さっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろうと思ったんだけど。あそこでわかりにかっちゃうね。円盤の方はドボンついたらわからんもんってなるけど。円盤の方もちょっと上げとかないか。今まで一発で一発でね、標準よりちょっと上げぐらいだ。ちょっと今下がっとった。あ、上げとった。下げないんだってね。ちょっと上げね。あ、なるほどね。ちょっと上げたったら、まあ、ちょっと上がっとる。いや、今ちょうどどっかい見ればよかった。今ちょうど見る場所によっては高さが全然だから普通に合わせてよかったのかね。そこが標準やん。